はい、こんばんは、山城と申します。さあ、恵方巻徹底調査シーズン2024なんですけど、すいませんね、ちょっとマスクもしながら、おうちともかなり、悪い中になってると思いますけど、ちょっとね、喉の調子がね、よくなかったんでね、出力を見送ってたんですけど、実はもうね、ストックがないもんで、出していかないと、後回しにね、できないんですよね。どうしても記事とか、全部のね、商品を、予約期間内にね、消化しないといけませんからっていうので、ちょっとかなり、ガビガビでね、聞きにくいかなとは思ったんですけど、ちょっとすいません。もう、今日ここで撮っていこうと思います。ということでね、どこまでやったって、なんか、イオンが確か1月10日締め切りっていう兼ね合いで、ちょっと急いで、スライドさせて発表してたと思うんですけど、それを除くと、イオンの前に撮ったのが、マルチューブのやつかな？あ、マックスバリュー撮ってるか、っていうのがあったんで、今回はね、どこにしようかなと思ったんですけど、とりあえずちょっと、資料を、入手してきた順番に、吉津屋さんからやっていこうと思います。吉津屋さんね、愛知県豊島を、に拠点があって、愛知県西部から、愛知県の西部から、こう、岐阜にかけて強い店舗なんですけど、三重県もね、いなべ市、一番ね、北の端っこの方ですけどね、いなべの、ところに、ソハラのあたりでしたよね、店舗がありますよということなんで、今回最初店舗となっておりますということでございます。で、吉津屋さんは、入ってるのがワイストアっていうところが入っていて、もう基本的にはちょっとややこしいけど、なんて言ったらいいのかな、イオンのイメージが強いんですよね。イオンのような感じで、中に食品は食品でイオンリテールみたいな感じで、入ってる、ような感じで。吉津屋っていうのがドンとあって、で、別途、ワイストアっていうのが入っていて、そのワイストアのところの、商品になってきますよという形でございますね。カラウスかどっかにはね、ワンストアの実店舗もありますけど、という形でございますね。で、実際に2023年のね、データから、ちょっと振り返りながらね、やっていこうと思います。では、移動。ということでね、画面変えてきましたけど、2023年はこんな感じでした。16品目で、海鮮たっぷり太巻き、このあたりとかが、表側にどんどんどんと来てるって感じでしたね。で、比較的海鮮物をずっと入ってる感じでしたね。で、恵方巻きって言って入っているのが、このお魚屋さんの海鮮たっぷり恵方巻きってこと、2139円台とかなんですけど、一般的な太巻き的なやつだと、ここなのかなということで、煮穴子と厚い卵の太巻きってことで、まあ、とはいえね、1059円。で、結構ね、お値段としては、まあ、ミドルハイっていうところが変なのかなってことですね。で、ハイエンドモデルとしては7番の、相場機が入ってますよってことですね。これが2376円ということなんで、まあ、比較的、ローハイ、ハイロ、ハイ、ミドルローから、ハイエンド。ハイエンドはないですか。ミドルローからミドルハイの、こう、要は、ね、中間層のところでこうまとめてきてるなって感じですよね。他のところも言うと、ハイエンドで1万円を超えてくるようなね、1本1万円超えてくるような、フォーム機だったりとか、安いとかだとね、3、400円とかっていうところがあるんで、そこと比べると、比較的この1000円前後で全部まとめてくるっていう感じですね。ハーフだとね、その代わり、これも感じるところがありますけど、って感じでございますね。ということでございました。っていうラインナップでした。で、今年どうなってるかというと、こういう感じに変わりました。ドドンと。品目的には1品目増えてる形になってるんですけど、見てみると結構ね、ちょっと変化がありますね。海鮮たっぷり恵方巻き、これの、本幕の中トロ太巻き、ここが2つ、2大トップみたいな感じで来て、これは一緒なんですよね。1059円、1194円。ちょっと海鮮たっぷりが、上がったか、11円上がってますけども、まあまあ、交差範囲内ですね。という感じですね。で、入ってきてますと。で、こちらこっちですね。品目的には、こんなかったっけ、エビ、イソッコ、卵焼きで、卵焼きの表記が、卵焼きの木が、ひらがながありから、ラフに変わってましたね。まあ、ちょっと、ここまで大きな変化ではないですからね。
品目同順も出張できるので、そこまで変更はないのかという形でございますね。で、他のところも本マグロと言っているとの卵焼き通常は4品目から、小麦と言っているところは4品目なので、まあ、非常に微笑ですよね、という形ですね。いいね。という形でございましたと。で、次のところに来るのも、姫ニア中と、あと焼き卵のつまみってことなんですけど、これでもね、ちょっとね、品目の書き方がね、そう。あのね、ちょっとずつ変わってます。ね、例えば海鮮たっぷり太巻きは、今年から海鮮たっぷり恵方巻きに変わりました。名前が少しずつ変わってます。さあ、品目っていうのが変わってないんで、じゃあ、監督としてなんですけど、多分、この恵方巻きであるよっていう感じを出したいということでしょうね。ということでございます。うん。で、いうことで恵方巻きが入ってました。で、こっちの方が本マグロ中トロ太巻き。前は、本マグロ中トロ入り太巻きっていう名前だったのが、中トロ太巻きっていう風になって、みたいだとか。で、逆にこっちの方は、こっちもそうですね、姫にあなごと厚焼き卵の巻きから、姫にあなごと厚焼き卵巻きっていう風に変わりますね。というような感じで、比較的、なぜだいいのかな。昨今、どっちかというと、名前はどっちかというと長くしていく傾向がなんか多かった。反面、この、翌日屋さんはどっちかというと、ちょっと短くしていく。品目としては分かりやすく、商品名を見たときに、いかにその伝わりやすくするかというのを、すごく細かな違いなんですけど、これだけでもね、購買意欲に対する訴求率っていうのが数パーセントとか変わってくるっていうんだったら、それは、重要なファクターだろうということでございますね。それを全部積み上げてみた形ですね。1品目だけそうやって積んじゃなくて、全品目にわたって、そのあたりを見やすくすることによって、他社と比べたときにね、方巻きとして、購買意欲をそるための、工夫というこういうところに成り立ちますね。そういうところまでちゃんと、なってるわけでございます。こういうのが、マーケティングっていうのはこういうのですよね。うん。マーケティングの説明とかってするときに、いろいろこういうの理論だってね、説明するっていうのも、もちろん、大事なんですけど、実際に去年のデータとかこういったのを見比べることに、実践でどういうふうに使っていて、これはどういうマーケティングの戦略、意図的な戦略があって、基本戦略があって、それの上に、じゃあ、こういうふうな、例えば品目っていうのを見たときに、うん。より分かりやすくすることによって、するのか。それとも、もしくはね、逆の方向。例えば、イオンさんなんかがそうでしたけど、すごく長い、イオンさんのやつやってみましょうか。今年のイオンさんが、こんな感じでしたね。すごく。畜前会の天然マネの、皮を指いた彩り太巻きとか、こだわりのサブカタでカニを楽しむ太巻きセットとか、クロワインとか、ベニズワインを楽しむ贅沢海鮮太巻きみたいな感じでね。すごく長いじゃないですか。じゃあ、長くしたらダメなのかって言ったら、そうではなくて、長くすることによって、あ、こんなにも高価な具材を使っているんだとか、そういったことが、わかる。いわゆる、ラグジュアリー感を出す。とか、贅沢感を出す。っていう時には、こっちの方が有効であり、で、逆に、普段使いにするときには、こういった感じで、短めの名前に、した方のが、わかりやすさが、その買いやすさにつながる。っていうので、なるんですけど、その恵方巻きっていうのはどういう位置づけにするか。毎年売っていく太巻きの一環の一種類として売るっていう発想があるときには、こっちなんですよね。毎日買ってほしいから。恵方巻きをきっかけにして、自社のお寿司商品、寿司商材の繁殖につなげていきたいっていうところとかがあったりするような場合には、こういった形の訴求になっていくし、もっとシンプルなところも多分出てくると思います。そういったところは特にそうだと思います。毎日売ってる太巻き、中巻きとかを毎日売ってるわけですよ。365日売ってるわけですよ。基本的にスーパーというのは、まあ、正月休みに取るから364日か、とか363日っていうのは今の平均のところかなと思いますけど、でも今年は夜ルートしか入るから 363.5 にしましょう。とした時に、ややこしいな、小数点書いてややこしいな、363とかって考えた時に、ね、ずっと売っていった中での1日だというふうに考えた場合には、こういった訴求をするというのは、逆にユンさん見てみると、これわかりますけど、価格帯がこうやって高いですよね。高いやつ。これ、毎日買ってもらおうという前提ではないわけですよ。これ、あと1万円のやつとかありましたよね。どこだったっけ？あ、これね。こだわりの作品方で楽しむ、カニを楽しむ椿セットみたいな感じで、こんな感じでどうぞありますけど。っていうのは、これは特別感を出す。特別感を出すときには、タイトル長い方が特別なものを買ってるから出るっていうね。特にこのブランド名とかを入れるっていうのは、これはすごく、
日本では有効だって言われてます。でもこれ海外だとあまり有効じゃないって言われてるんですよ。うん。っていうのは、ブランド牛とかすごく好きじゃないですか。松阪牛 のすき焼きですよって言ってたのと、すごくいい肉のすき焼きですよって言うんだ。松阪牛の、なんていうんですか。じゃなくて、うん。海外の場合、どっちかというと、マーケティングとかで見てるとね、うん。あまりそういうのは有効じゃないってなってるんですけど、日本では、このブランド、いや、日本というかね、東アジアかな、比較的、その、商品をブランドで、買う、うん、っていう傾向がある、ところがあるのは、比較的この東アジア全体の、そこにある、中国とかでもこのマーケティングがある程度有効だっていうような話があったりするんですけど、うん。っていうところがあったりするんで、こういった傾向がありますということでございますね。いわゆる日本人は、世界で一番、情報でご飯を食べる人、民族だって言われてるんですよね。そうそう。っていうのがあって、だったよね。日本、そう。情報で、要は、置かれたものの味覚とかそれ以外に、これはどういうふうにして作られたものなんだとか、そういったところの、プロセスっていうのをすごく重要視する。プロセスとブランドですね。もうすごく、他の人が全く置かないわけじゃない。まあ、置かない実は人たちも結構多いんですよ。海外だと多かったりする、少なすぎですけど。アメリカなんかだと、良くないになっていてっていうところがあったりするらしいですね。いわゆるオーガニズムとかそういったのとか、ビーガンとか好きな人なんかは、それのもっと突き進んでたれって言えますよね。すごくその、プロセッシングとかを、すんごく重要視するんで、うん。難しいところとかもあったりするんですけど、うん。ビーガンでも、まあ、そのあたりとか話しちゃうと、ちょっとややこしくなってくるんで、ビーガンでも、もともとは、いわゆるベジタリアン的な発想から来てるビーガンの人と、いわゆるその、意識機関系、そういった、情報で、物を食べたい系の、人が突き進んでたビーガンで、二つあるっていう見方もあるんですよね。うん。だから、ビーガンの中でも、全然その、ベジタリアンの方から来てる、ビーガンの人とそっちの方だと、全然、話が噛み合わないとかっていうのがあったりするみたいな感じ。まあ、ちょっとしてますけど、うん。まあ、そういったところだから、なんならそれになんかオーガニックとかも、なんか、すごく一色だけしてる人とかもいますからね。うん、そのあたりとかも一回ちょっとやりたいんですけど、まずはね、このね、フォー巻きをね、しっかりと、貫通させることによってね、そのあたりをね、どっちかしないといけないし。無駄無駄してるから、もういっぱい撮らないといけないんで、なんならもう一日に10本投稿ぐらいしないと、あれじゃなくて全部無理なんじゃないかなっていうね、あれですからね。ところで吉沢なんですけど、まあそういったようなところが、このね、タイトルの違いにも出てきますよってこと。この後は他もそうですね、開脚太巻き、幸福ね。これは一緒。開脚太巻き、ハーフ、幸福って、これは一緒か。とかありますけど、あ、ちなみに、この、ニアナゴのやつも、ハーフの設定ができました。これだけとはちょっと増えてるところですね。基本すべてに、ハーフセットが入ってるとかですね。が、もう変化点かな。うん。なので、ちょっと、ローエンド、少しね、お手軽な商品も、そのハーフが、の品目が増えてるっていうところが、なってるんじゃないかなってところですね。そのハーフセット、はい、キンパとありますけど、ずらーっと見てくださいましたけど、これはそうか、結局、近代マクロはないかったんですよね。うん。食べ比べとかはありましたけど、そうなんです。新しく入ってるところだと、これは、海鮮卓上方巻きとか、このあたりが確かになくなってるから、なくなってて、実は結構頑張ってるんですよね。で、代わりに、ハーフセットありますか、これ、近代生まれ、生本マグロの方巻きっていうのが、これがハイエンドになってるから、3210円とかで入ってますよと。代わりにですね、実は、7番のやつとかが、なくなってます。このあたりの、2000円台の、人気シリーズハーフセットあったっけ、人気数値ハーフセットもなくなってるね。とかっていうような感じで結構いい、変わってますね。で、あとキンバーが入ってましたね。というような感じでございました。ということでございます。フォンタラバの、もう、あるんですけど、1718円とかで抑えてきてるっていうのも、ちょっと特徴だったかなというところでございますね。うん。で、特徴としてはザっていうシンプルな、やっぱ恵方巻きは、設定をせずにという形で、多分水産が主体でやってるということなんだと思います。もしかしたら、惣菜が、いや、ここも惣菜直営なんだけどな、惣菜直、デリカ直営が入ってるから、多分、デリカのやつがまた別で出るのかな、なんか海鮮オンリーな、
水産オンリーのね、なんか設定みたいな感じになってますけど、一応こういうようなラインナップになってました。もしかしたら、その、普通の恵方巻き、シンプルな恵方巻きはまだ別だったりとか、吉田さんの場合は別途、テナントでも総菜が入ってるんで、そこのところがまた出してくるかもしれませんけど、っていうのがあったりするかもしれませんけど、人がすごい高いですよ、といったところでございました。ですので、品目的に見てみると、どんどん総合で見てみると、こんな感じになりましたよ、と。さあ、ということでね、吉津屋が出してきましたけど、イオンとかと比べると、やはり、パッと見たときに、の違いとしては、ここですね、ハイエンドのところは、そのイオンほど高いやつを出してきてない。最高価格3219円ということで、ね、くしくもマックスバリューと 0.6 円差という、やはりこの価格帯が、一般で売る、あれだとしたら、この値段だよね、っていうところでしょうね。で、ラインナップこの辺りに絞ってきてるって形ですね。で、恵方巻きの価格は、その恵方巻きとして売ってるのはないので、ニアナのね、アナゴと入ってる。あれが一番品目的には、その恵方巻きの品目に近いんでっていうところだと、1070円ということで、実はあれ高いなと思ってましたけど、よく考えてみたら、イオンとこの辺りは同じような感じなんですよね。そう。スーパーだと、ここ牛トラか牛トラが571円の設定がありましたけど、他のところは、比較的この、900円前後で今回まとめてきているところが多くなってきそうなのかなという傾向が見えましたね。で、最低価格は584ということで、ここはそこまでさっき、あとはね、これもハーフのやつでっていう形で作ってるんで、いや、その1本単品で、原価が、お安いやつを作るっていうんじゃなくて、比較的海鮮系をメインで、そういった感じをしていくっていう形にとってるのかなというところですね。アイテム数は17ということで、ちょっと絞り込んでいるところがあるのかなということですね。で、セット販売は3、ということで、セット販売よりは、どちらかというと、このハーフの設定をいっぱい作ることによって、個別で選んでもらおうという形をとっているのかなというところは見たりします。で、18センチ以上、このあたりは、すみません、推定値です。長さは変えてなかったんですけど、基本的に、吉津屋さんは、インストア加工だと思うんで、インストア加工だと、糊1枚の大きさ18センチのあれになってくるしかないので、うん。これになると思われます。ということなので、そういう部分で設定しました。多分、どうしてもはみ出る部分とかそういったのがあるんで、具体的な大きさとしては書かないよっていうことになるんだと思います。それで、チーズになってますと、まあ、恒例の間違いはないと思います。実際、売ってる太巻きも買って食べてみてるんで、そうですね、そうだったりとかは大丈夫かなということでございますね。で、1月30日、締め切りとかですね。だから、去年と比べるとですね、この場合、吉田さんの場合は。去年と比べるとどうなのかっていうと、吉津屋。ここでしょ、去年は最高価格で1376が3200ってことは、実は最高価格は上がってるんですよ。先は近代本マグロですね。ですから、その、ブランドのやつでやるっていうのも、ブランドを、いわゆる長万とかそういった感じのクラシックのやつから、本マグロとかそういった、近代本マグロとかそういったところの、より、原価でかけてるよっていう、形ですよね。を取ってきてるっていうのが、ちょっと特徴なのかなと思います。3219円で、その機会は1070。これも基本11円価格ですよね。5、8、4。もう一緒ですよね。っていう形だったりするんで。ただ、その品目を見てみたときに1637だったのが1339という形で、ハーフの設定を増やしているような形で、取りこぼしのないように、設定していると。まあ実際1本丸っとっていうのはね、やはり特に地方だとどんどんね、需要が減ってきてるよっていうところもあるんですよね。ハーフの結局食べやすいし。っていうことだと思います。っていうような感じで作ってきてるのかなっていうのが見えてきた。比較的やはり地方のスーパーでやってる、ところが、の、訴求に合わせた形を取ってきてるのかなっていうのが見えたのが吉津屋さんかなと思いました。ということでございますね。まあこれぐらいにしとこうかな。あともね、まあいろいろね、チェックね、していきたいと思いますね。どうぞ、この後もね、よろしくお願いいたします。ということで、まず吉津屋さんこんな感じでしたと。ということで、このところは締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。